議会名誉黄金勲章のメダルを受け取るダライラマ14世、ジョー・ルイスに授与された勲章チャールズ・エム・シュルツに授与された勲章議会名誉黄金勲章は、アメリカ合衆国議会が国内外の文民に授与する最高位の章である。議会名誉黄金勲章とは訳されるが、英語名称を正確に分けすると、議会黄金勲章であるの語はない。19世紀までの古章は、 大陸議会黄金勲章だった。アメリカ独立直後に制定された章で、格式は大統領自由勲章と並びアメリカ合衆国最高のものとされている。両者の主な違いは、自由勲章がアメリカ合衆国大統領が個人として授与するものであるのに対し、黄金勲章はアメリカ合衆国議会の名において上下両院の決議をもって決められ授与されることである。 受賞者はアメリカ合衆国市民でなくても良い。両院の委員会規則により、決議案は各院の議員の2、3の賛成発議をもって委員会に付託される。また、自由勲章と比べ需要数は極めて少ない。メダルは合衆国造幣局により鋳造される。デザインはメダルごとに異なり、受賞者の肖像がレリーフとして入れられる。通常の勲章と異なり、 廃用するための構造を持たない。制銅製のメダルも鋳造され、黄金賞の授与を記念して販売される。EN リストオブコングレッショナルゴールドメダルリシピオンツも参照。ありがとうございます。